動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ピクミン4体験版やっていきたいと思います。もうピクミン4をクリアしている人はもう続々出ているんじゃないでしょうか。そんな中で私は体験版をまだやっているという。さあ、捜索4日目になりますね。多分これでもうあのポイントが貯まると思うので、そこで終了だと思いますね。はい、鑑定家のシュナーズが話があるそうだ。どこどっかいるのかな。シュナーズどこにいるの。あ、いたいたいた。はい、その説は大変お世話になりました。全くお恥ずかしい限りです。確かし珍しいお宝があると聞いてやってきたものの、まさか遭難してしまうとは。おっと失礼、私は鑑定家のシュナーズと申します。お宝鑑定とそれを図鑑にまとめるのが趣味です。趣味なのか。おお、お宝に興味があるのですか。ぜひ自慢のお宝図鑑をご覧になってくださいと言いたいところなのですが、遭難中にデータが消失してしまいまして、よければあなたが集めたお宝を私に鑑定させていただけませんか。鑑定したお宝は図鑑としてきれいにまとめさせていただきます。もちろんお礼は差し上げますので、どうか私にお宝の報告をお願いします。お宝を50個以上回収する。あ、もう14も回収してるのか。これはアヒルちゃん。あー、なるほど、こうやって見れるのね。見渡すことができるのね。よく見る。ああ、ああ、いいですねこれ。解説。万が一ハンサム、この際大きさは関係ありません。ハンサムはハンサム、わずかでも可能性がある限りその一点にかけて信じるのみです。ああ、そうなんだ。ハンサム、それだけか。図鑑が見たくなりましたらまたお越しくださいということですね。いやー、あれハンサムなんだ。ハンサム認定なんだ。なんかどっか行ける場所、ここで行ける場所は増えてないのかな。あ、行ける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 。あ、元の場所戻れる。あ、ということは？ということは？行けなかったことを行けるってところ？行けるってところってなんだ？最初の着陸地点ですね、ここは。でも、なんもないっすね。これなんかありそうなんだよな。あ、でもな、無理か。でかすぎんもんな。でかすぎんだろっていう話だよ。となると、こっちあたりはもうないか。洞窟の中は、多分なんもなかったね。で、ちょっとの段差も飛び越えられるようになったので、あー、ダメ、無理か。ここは何もないな。飛べ飛べガンダム。こっちも無理か。なんか行けそうなところがあるんだけどな。ジャンプ力が足りないのか、それとももう行けないのか。しゃあない、もうとっとと行きますか。あ、でも開発一回見る。ボーイ、ボーン、なんかあるかな。
見渡しドローン、探索で大事なのは周囲の状況を把握することだ。ドローンで空から存分に偵察するがいい。ああいいねこれ。お宝センサー、近くのお宝と遭難者を感知するセンサーだ。闇雲に探し回るより手間が省けるというものよ。センサー表記がどれだ。ああ、あれか。星のやつか。なるほど。それもまあいいとは思うな。アイテムはピクピク人参。食べるとしびれる当たりの、人参を選別した、原始生物の足止めはおとりに使うといい。フレアガード、赤いピクミンが燃えない原料。あ、これか。オッチン専用だからね。お宝センサーを持っとくか。これは持っとこう。あとはいいか。レスキュー、あ、そうか。オッチンのレスキュー訓練。1、やる気がちょっと溜まってないですね。怪力レベル2。迷うな。怪力上げるか。とりあえず怪力は上げておこうか。攻撃突進よりかは多分怪力の方が多分必要になってくると思うね。じゃあ探索行きましょう。今探索できるかな。ここか。スキップ。もうあと200そこらで体験版が終わっちまう。さあ行きましょう。ピクミンの出し入れ、どうしようかな。とりあえず10匹ずつ連れて行っとくか。レッツゴー。前回どこまで行ったっけ。あ、お宝センサーをこの早速、おお、あ、この上か。資材だ。ウォッチンジャンプ、ジャンプウォッチン。無理か。しゃあない。あ、そうなんだ。寝てるんじゃないんだあれ。俺てっきり寝てるのかと思って攻撃しかけたんだけど。やべえ、一撃じゃん。強え、ピクさん強えわ。これ足りるか。大丈夫か。あれ、これの壊し方ってこれでよかったっけ。なんか俺すげえ間違えてるよ。あ、やった。時間かかった。少ないからか。まずいピクミンが感染している。B で呼んで起こしてあげないと。マジか。すまん。それはすまんかった。そうか。感電するんやね、ピクミン。
キクさんマジすまんかった。ちょっとまあこいつらちょっと、あ、終わった。電気の壁を壊した。じゃあ上に行きまして、資材を投げる前にあそこを開けておく。お宝って多分あれの、あ、これか。お、なんかいた。あ、違う、救助者があそこにいるんじゃ。あ、でもあれに反応したのか、よくわからん。せっかくあそこにさ通路作ってあげたのに、君そっから、君らそっから回っていくの。せっかくあげてあげたのに、ちょっとそれひどくない。ねえ、俺が一生懸命運んであげたっていうショートカットをわざわざ作ってあげたっていう、ひどくない？多分これのことじゃない。資材を運び切った、やったぜ。タブレットした。もうめっちゃ快適になった。この上になんかあるの？あ、あれか、めっちゃ見やすくなってるやん。ほらおいで、ピックおいで。おっちんジャンプ、乗れおっちん。無理か。こっち側、あれなんかどっかショートカット作ってる。え、なに、おら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 、投げろ投げろ投げまくれ。吠えろ吠えろ、こっちに吠えるんだ。こっちんジャンプ、無理だな。あれどっから行くんや。あ、なんかいる。ゴー。お、すげえ、凍った。でも今がチャンスですよ。うわー、えぐえぐ。あー、そうなんだ。そうか、凍らせるとあれか、資材としては取れないんだ。資材じゃねえわ、回収はできないんだ。なるほど。あ、ぶつけるピクミン、ぶつけるピクミンも考えなきゃいけないのか。まあなかなか困ったね。ただ闇雲にピクミンをぶつけりゃいいっていうもんじゃないね。凍ってしまうとかね。あ、こっち行けるわ。
じゃあこっち作ったな。ん？あ、これまだ完成途中なの？あ、まだ途中だったんだこれ。止まんねえ。粘土橋の、建築完了だ。これで自由に往来できるだろう。早速渡ってみるがいい。というわけでじゃあ渡りましょうか。あーもう早速なんかあるね。洞窟があるね。広いね。多分まだ一匹もピクミン死なせてないと思うんだけどな俺。こっち側はわあ、もうショー。あ、一周してきちゃった。じゃあここで、あれはなんかできないのか。なんもできない。おちんじゃ、あ、じゃ、おちんジャンプ。違う、ジャンプ。じゃあ入ってみようか。猛進の穴蔵。洞窟の中でデコボコした壁を建築した。私とビクミンはなんとかよじ登れたものの、モスは壁を登ることができなかったので、一旦下で待ってもらうことにした。どこか合流できるところがあればいいが。ほう。じゃあやっていきましょうか。黄色ピクミン。いけない？あ、いけるのか。なんでや。なんで、黄色ピクミン、ついてなかった。鼻が悪い。さあ、ほな、いきますぜ。わあ、モンスターボール。違うか。でもモンスターボールっぽい。何これ。え、これ無視なん。なんもないのこれ。おっちーん、アタック。ああ、破壊できた。なるほど。あ、一応ピクミン投げても大丈夫です。お、あ、こっからじゃダメなのか。後ろ側から行かなきゃいけない。だぜ。もう一撃でね、やっつけられるんで、どんどんやっつけていきましょうか。めっちゃキノコ。ついでに周りを倒す。これは、あ、普通に青ピクミンか。氷ピクミンか。相変わらずここ、あれの行き方がわかんない。水の行き方がわかんないんだよな。なんか足りないのかな？氷ピクミンで行けるわけじゃないんでしょ？こうか。すごい
水場が凍っちゃった。今なら上を歩いて渡れそうですよ。あ、え、こいつらこのまま放置なの？ひどい。あ、マトリ消火の上の部分ね。あ、違う。あ、凍ったままにできる。なるほどなるほど。あー、そういうことね。ピクミンを引っこ抜くと、氷ピクミンを引っこ抜くと、あれだね、氷が溶けるっていうわけね。やりました。R さん、オッチン、これだけエネルギーが集まれたシェパード号のレーダーをさらに復旧できますよ。さあ、回収しました。あ、まだいけるんだ。もう終わりかと思ってたけど、じゃあちょっと探索していきましょうか。あ、これ一周か。作ってくれてますね。上り粘土を建築した。あ、あー、オッチン置いてかなきゃいけない。さあ、こっからピクミンバトルの開始ですよ。おりゃー、よし、やりました。敵の体液を吸って大きくなるピクミン。なんかちょっとやだな。ピクミンのそういうちょっと弱肉強食なところは見たくなかったかなって思う。まあでも仕方ないよね。あれ、もしかしてあんまり氷ピクミン使っちゃまずいかな。まずい臭いな、なんか。ほら、お前何、うちの子たちをいじめとんねんっちゅう話や。おや、ピクミンが困ってますね。よし、ちょうどいい感じ。あ、卵がある。被害ですね。これで全員花が開いたか。まだまだ。あー、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる。さあ、みんなで押すんだ。紙袋を下ろした。やったぜ。確かもうちょっと余ってたような気がするんだけど。余ってた、余ってた。これで全部吸い切ったかな。よし。ちょっと氷ピクミンを使わずに。あ、やっぱ無理なのか。氷ピクミンでないとあそこは壊せない。多分前に習ったはずだけど。おお、こんなところにお宝が。あ、マトリ消火の下半身。なんでこんなところにあんねん。そもそもこんなところ、こんな穴の底にさ、マトリ消火が落ちてあるっていうのもおかしな話やけど。あ、消えたっていうことはもうこれです。終わりかな。
こっち。さあ行くぞ、こっち。さあこれで。あれ。あ、降りなきゃな。違うって。あ、そうか。違う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 。あれだ、脱出のあれがあるんだ。こっちにダッシュ。あ、一匹残ってしまった。あ、じゃ上にも残ってたの。こっちに当たる。あ、次の下に感想がある。まだまだ続くよ、どこまでもっつってね。さあ最後のフロアへやってきましたよ。おや、近くに遭難者がいるようですね。なるほど。こっちにダッシュは一回ジャンプしないといけないのがちょっとめんどくさいな。あー、なんかボス、ボスステージっていうなんか感じがするんだけど。違う、また間違えた。 X じゃん。わーお、来ちゃった来ちゃった。こっちん、ミンミン。あ、これや。あ、大丈夫か。あ、いいね、この3連鎖。あれ届くの？あ、じゃあ引っかかってんの。壊しました。あ、雲の糸、雲の糸に引っかかってんのか。あれ、ジャンプ。問題はあれをどうやって持ってくるかだよな。あっさりした。意外とあっさり救出できた。これで救助者を救助して、ID 情報を調べます。今度は隊員の誰かだといいんですか。いやー、もう服装から違うよね。キニーズ、花屋の店主。花を咲かせることに異様なこだわりを持つ花屋。珍しい花があると噂を聞きつけ、危険を顧みず単身で未開の星へ向かった。こんなやつばっか。やっぱり他にも遭難者がいましたね。しかも花屋さんが単身で。なんて無謀なことを。確かに。
あるオッチン、遭難者を見つけ次第片っ端から救助してくれ。ほんとめちゃくちゃだよ。花屋だよ。花屋は無茶だよ。はい、どこ行った？済んだ、済んだ。これで全員吸ったかな。吸い残しはないよね。よし、これでもう全員吸い終わったでしょ。チーンダッシュ。じゃあ地上行きましょう。やる気アップ、やったぜ。原始生物。あ、一応回収したことになるんだ。破壊したけどな。凍らせて破壊したけどな。さあ戻ってまいりました。じゃあこれで、これでここら辺、あ、そうだ、氷のやつが攻略法分かったからちょっと試してみましょうか。ここら辺30匹全員使えていくから、ピクミンの出し入れ。ふむ、凍らせる作戦か。悪くないな。よし、で凍らせてる間に他のピクミンを連れてくるってやつね。無理無理。あ、赤い実がなってますよ。わーお。あ、これもピクミンの栄養になるんですかね。もうすぐ氷が溶けそうだ。あれ、上登れない。あ、こっちから登るんじゃないんだ。やっちまったな。一回全部凍らせて全員を連れてきちゃダメなの。あ、ダメなんだ。ダメなんだな。オッチンアタック。オッチンか、オッチン使わなきゃダメだか。なるほど、一人でもかけるとダメなんだね。じゃあ仕方ない、もう時間も時間になってきたし。
違うな。あ、そうか、途中で帰れないのか。あそこの攻略法はまだもうちょっと考えておこう。倒しとこうか。何あの巨人、あれも敵なの。あー、あー、食った。おめえこの野郎、クソ食われた。拠点を移そう。あ、しまった。ピクさん、こっちです。申し訳ない。マジ申し訳ない。あの蝶はダメなのか。あ、いや、いけるな、いけるけど、いけるけど届かない。あれ、運ばせたのと違う色のピクミンが増えている。はぐれたピクミンはいませんよ。おーい、全員いるからね。どうやってやるんだっけ。戻ってきてもいいですよって言うけど、戻り方忘れちゃった。まあいいや。さあ、お帰りです。一回わざとピクミン置いてって、置いてったらどうなるかちょっと見たかったね。鼻がダメだわ、もう。最近なんか鼻の調子が本当に悪くてきつい。はい、帰ってきました。さらにキラキラを得て、おお、あそこにレーダーがつながったの。レーダーの3、捜索範囲が広がった。キラキラエネルギーをもっと集めてくれ。シェパード号のレーザーを復旧して、捜索範囲をさらに広げるのだ。これで遠くの、救難信号もキャッチできますよ。早速調べてみますね。グイン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 。あ、まだ、また複数の救難信号を発見しました。はぐれた隊員とキャプテンオリマーが見つかるといいですね。早速そのエリアを登録しておくれ、コリー。はい、キニーズ、やる気1。キラキラエネルギーも結構集まりましたね。そういえば R さん、マイナスを押してショートカット設定から、機能に振り分けられますよ。なんだと。もしやレスキューの心得も設定できるのか。隊長知らないのかそれ。もちろんです、見せたい時にすぐ見れますよ。他には解散やアイテムなんかもボタン一つで使えちゃうんです。ショートカットを設定すれば段取りが良くなること間違いなしだな。というかコリーよ、そういうことは早く教えてくれ。
確かに隊長には教えとこうぜ。っていうか隊長知ってなきゃダメだろ。最後まで遊んでいただきありがとうございます。クリアしたセーブを製品版に引き継ぐと、製品版で得点がもらえます。体験版情報をクリアするとスマートフォンアプリで使える特典がもらえます。詳しくは QR コードを読み取ってください。クリア情報を送信しますか。まあ送信する。はい、体験版はここまでです。続きは製品版でお楽しみくださいということで、今回をもちまして、ピクミン体験版はこれ、ピクミン4体験版はこれで終了いたします。製品版の方は他にちょっとやってるソフトも多いので、製品版の方は、まあ、機会があればやってみたいと思いますね。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。